リスニングウィークリープレゼンテッドバイキャンパス。リスニングウィークリー12月最初の配信、12月1日ですね。今日はね、12月に入っちゃいました。師走です。リスニングウィークリー週に1回お送りしている番組ですけど、17回目の配信になります。丸4ヶ月、5ヶ月ですね、が経とうとしているということですね。丸4ヶ月が経とうとしているわけですね。リスンのホスティングサービスが始まってからということです。この番組は毎週金曜日に配信するリスニングウィークリーという番組で、キャンパスプレゼンツということでお送りしております。私がリスンと出会ったことでいろんな変化がありましたので、リスン周りの1週間の出来事、それから私が気になる番組エピソード、そして私の1週間を振り返らせていただくという、そういう番組です。毎週1回金曜日に配信をさせていただいております。ということで、今週のリスンニュースはインタビューも含めてたくさん出ているんですが、特に技術的なというか改善に関する部分だけリンクを貼っておきました。ブラウザでの録音機能の改善、再生数の表示方法を修正しましたということで、まあこの画期的なブラウザ録音ですね、もう使われている方たくさんいると思うんですけれども、これがもう格段にポッドキャストの敷居を下げたということなんですが、もう私はこれはすごくもう画期的な機能だと思ってるんですけれども、まあその機能改善があったということですね。あと少しね、これは私個人のトラブルですけど、ポーズボタンを押すとね、星がつけれるという、やつ、ついつい自分のやつを編集してるうちに星をつけてしまうという癖がついてしまいましたね。これ気がつかないうちについてしまうという、まあいいや、まあそれはまあ星が増える分には何にも問題ないのでいいんですけどね。まあそんなことで、リスン界隈大きなニュースというか、まあ今いろんな交流が進んでる感じですね。そんな中で、今週のリコメンデーションでもあるんですけれども、リッスンアドベントが始まりました。今日は12月1日ということで、早速最初の、呼びかけ人というか言い出しっぺの旗本さんがリッスンアドベントカレンダーの最初の配信をされていましたね。まあそこでこうリッスンのやっぱりフォロワーが見えるということがね、他のポッドキャストにはない、あるいはこれまでのポッドキャストにはなかったことなんだということを中心にお話しされてますけれども、まあ多分最初なのでいろいろ遠慮して、後の方にね全部喋っちゃうと後の人は困ると思ったんでしょうかね。短めで、まあ今回のアドベントの趣旨と、まあ今後の話をされて、最初の配信をされてました。まあアドベントカレンダー、これから25回ね、1日2日3日4日25日まで、最後は近藤さんが、トリオを務めるということですが、まあどんな話になるのか、皆さんどんな番組配信の仕方をするのかね、それも含めて非常に楽しみですし、まあこういったイベントがあることでね、またリッスンが次のステップに進んでいくことになるのかな、なんていうふうにも思いますので、とても楽しみにしてます。まあ、早速旗本さんのを聞かせていただいたということと、もう皆さん聞かれてると思うんですが、改めてやっぱり今週のね、一番大きなニュースはこのアドベントが始まったぞということだと思いますので、皆さんリッスンについていろいろ、そして自分の関わりや人生や変化についてね、いろいろ語られていくんじゃないかなと思うので、まあそれぞれのリッスン、それぞれの人生、それぞれのポッドキャスト、いろんな角度からいろんな話が聞くことができるんだろうなと思って、とても楽しみしています。でそれに関連して、リファレンスということで、J 近藤さんが新しいポッドキャスト、新しい月ということで、朝の散歩でね、早速この橋本さんのアドベントのことに言及されていました。まあちょっとなんかモヤモヤしてることもあるということなんですが、まあモヤモヤ吹き飛ばしながらね、いろんなことをなるべくオープンにこう言い合って、
前に進んでいくといいのかななんて勝手に思ったりしています。私がモヤモヤの原因ではないことを祈ってますけれども、はい、まあもしそうだとしたら直接ね何でも言っていただければ、ね、いろいろね議論したいというかお話しすれば話せばわかるということですね。はい、そんなことでまあリスン界隈もいろんな方がこうだんだんいろんな形で増えてくるんで、やっぱりこれはねもう最初から予測されてることですけど、やっぱコミュニティ規模が大きくなればいろんな問題起きるのが、まあこれ人間社会の常ですので、まあホモサピエンスの宿命ですので、まあそこをどういうふうにうまくマネジメントするかという、まあそんなにね向きになってマネジメントすることもないと思うんですけどね、なるようになる部分もたくさんあるので、まあどこまで、何をやるかということをはね、まあいろいろ考えながら模索しながら一つ一つ試していくしかないのかななんて思ったりもしていますと、まあ私が言うことではないんですが、ということでこの1週間の私の振り返りもさせていただくと、そうですね、結構最近はまあ一人アドベントということで、一つアドベント絡みで言うと一人アドベントやることになりました。でこれはもうあちこちで喋ったんで、これ以上喋りませんけれども、まあ、せっかくなので私は私なりのアドベントをやっぱりね、一人でも楽しもうかなというのと、あと少し特にノートとかスタンド FM の方でちょっとニーズがあるんですよね。でそこへの対応ということも含めてちょっとアドベントをやりたいなと、もうリスンの中だけの話じゃない話がちょっといろいろありまして、まあそれで一人アドベントをやることにしたということですね。で合わせてその最近はだから YouTube とかスタンド FM の話も少ししてんですけど、ポッドキャスト界全体がこういろいろ動いてるもんですから、そこがどう展開するのかやっぱりすごく興味があって、で少しこうリスンのこう起こした変化がどういうふうに他のプラットフォームとこう絡んでいくのかってね、まあ、そのあたりに結構関心があったりするんで、まあ、最近スタンド FM の話とか、YouTube の話とかね、それからノートの話とかも少しポツポツと話し始めてるところです。でそんな話を声日記の方でもちょっと話してるんですが、ダラダライブでもちょっとそんな話をねし始めて、これからやっぱり YouTube 参入によってポッドキャスト界はこんな変化をするんじゃないかなんていう話を私なりに思ってるところを、もう思うままにね、間違ってるかもしれませんが、まあいろいろ喋ってるので、もし、まあ、気になる方は、まあ、聞いていただけるといいのかななんて思ってます。ちょうどその公開ダラダライブの18回目と、それから始めるラジオキャンパスのウェンズデーでね、SNS あれこれ、それから今週のリッスンっていうコーナーがあるんですけど、そこでやはりそんな話をね少ししてるので、まあ特に SNS とかポッドキャスト界の今後これから、まあそしてリッスンのこれからを考える、まあ何かの参考になればいいのかななんて思って、思いつくことはとにかくなるべく喋っとくと、隠しててもしょうがないんでね、思いつくままに、正しいか間違ってるかは別として、こんな風に思ってんだけどってどうなんでしょうなんて話をね、まあ、しているということです。で、もうちょっと時間あるな、今日最近は東一郎くんはもう、散歩が非常に長いので、それでだいたい散歩で1日が終わっててしまうんで、意外とねこう昼間のこう東一郎くんが寝てる間にいろんな収録をやったりいろんな作業してるんですけど、結構やることが増えてて、なかなかこう追いついてないっていうのが現状ですね。なんか1日でやりたいことに2日3日かかるという、まあ、そんなことが起きてるのが最近なので、とにかく1日が経つのが早いと。で、しかも師走ですから、もうこの12月はしかもアドベントがありますから、もうあれよあれあれよという間にこう終わってしまう、そんな12月になるのかななんて思ってます。ということで、皆さん12月入りましたが、風邪など召されませぬよう、暖かくしながらね、師走一日一日楽しんで、
クリスマスを迎えて年末を迎えればなと思ってます。引き続きよろしくお願いしますということで、今週の、リスニングウィークリーでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。